サンファンで栽培されている有機コーヒーホンジュラスにおけるコーヒー生産はホンジュラスの経済及び歴史において重要な役割を果たしている。2011年にホンジュラスは中央アメリカ最大のコーヒー生産国となった。ホンジュラスにおけるコーヒーの木の苗木の栽培は19世紀末に始まった。多数のコーヒーのプランテーションがあったが、それらは小規模であった。ホンジュラスの土壌。 気候、環境条件は、グアテマラやニカラグア、コスタリカと同じであるが、交通手段や、港湾の船積みのための設備の欠如が欠点であった。実際に、ホンジュラスからのコーヒーの輸出はなく、ほとんどは、国内で消費された。新しいコーヒーのプランテーションは栽培開始から4年後までには、利益を出すようになり、7年後には、投下資本市100から300%の利益が、 期待できるようになった。1984年のコーヒー生産口は推計2万金るであるが輸出されたのはうち10%に過ぎなかった。サルバドールの港アマポーラ及びプエルトコルテスから輸出されている。1900年にはホンジュラスは54,510ペソのコーヒーを輸出した。2010年代に入るとコーヒー畑はエルニーニョ現象から生じる干ばつ。 サビ病の被害を受けたこと、国際的な市場価格が大幅に下落したことにより、国内のコーヒー産業は打撃を受けた。ありがとうございます。